今日はですね、はい、なんとこの YouTube 番組宛てに早速 Twitter で DM をいただきました。 DM、 あのエッチなやつ DMM.com だった。違うと、あ、ごめんごめん、 DM ネットワークね。わからん、なんで DM。 あの見てくださってる方からですね、直接メッセージをいただきまして、唐揚げが美味しいと評判のお店がございまして。唐揚げか、はい、あ、それ美味しそうね。私唐揚げ好きばーい。あ、一番好き唐揚げが。テイクアウトを始められたそうなので。あらら、よかね、お家で食べると。ぜひおばあちゃんに食べていただきたいということで、食べよい食べよい、唐揚げを食べてもらって、おばあちゃんに食レポをしてもらいたいと思います。食レポ、はい、あんた好きなんて。ボンタロウさんというお店なんですけど、熊本出身のアーティストのワニマが通う名店ということで、名店期待大でございます。あのワニがね、ワニが、はあ、知ってます？知っと知っと知っと、天草出身のワニマくんね。私は好きば応援しとっぱい、ワニマシャン。私たちはいつもライブでね、必ず掛け声で私の名前を流しながら言わせとった。バッテン、アラ、カワ、ヒゴ、モッコスよさ。もうリスペクト。やってみようって言うたや。やってみようって言うよ。座右の銘だったし。ああ、それは楽しみね。うん、食べよう。食べましょう。うん、なら食べよう。もう早速行きますか。よいしょ。ああ、天気の予感ね。楽しみ楽しみ。赤いリンゴに人生いろいろ、男もいろいろ、女だっていろいろ。唐揚げ、ハンバーグ、カレー好きだ。子供の頃からずっと好き。大体お客さん、来られるお客さんが4分の1ぐらい減りましたね。売り上げも4分の1ぐらい落ちました。4月の20日からお弁当を始めました。600円からオードブル3000円と5000円ので最近始めました。前日にお電話いただいたら大丈夫です。今日夜な夜な作ってます唐揚げですね。8割ぐらいが唐揚げです。コロナウイルスで皆さん大変な時期ですが、唐揚げ、ニンニク醤油たっぷりなので元気をつけて皆さん頑張りましょう。皆さん買いに来てください。あれ、バカだね。唐揚げは出来たてば空気うまかったけどね。それは制限する権利はあたどんにはなか。もうサクサクとこの音かよかけよ、聞いてはいよ。うん、うまかねー、これもうニンニクの効いてサクサクして、外はパイパイ、中はジューシー、うまかねー。ここで食レポ終わらせますならばどれから行こうかね。じゃあほら見てください、皆さん、ご飯食べるときはまず野菜は食べなんとかな。ね。ちょっと、胃の中は作ってから食べなんて。名物。お、唐揚げでございます。公式これ、これ8個前、たった8個で高原アフト多かったっけ。玉がある、ほら。早速、いただきたいと思います。何遍食ってもね、なんかどっかりこんとったい。見た目以上にあっさりはしとる。ニンニクのバツンって効いとるけ、スタミナはあるとったい。これはうまっか。
ばあちゃんの咀嚼音なかろうが、ちょっと聞かせて。チキン南蛮もね、食べてみようかね。いただきます。匂いもね、このスイカ匂いの良かった。すましね。うまか以外何も出てこん。ただうまか。ただうまか。お、なんだろう。全然臭みなかを、しかもね、柔らかくてね、こうなんだろう、筋バットなんだって。すぐ噛めちゃう。上手ね、料理が。うまい！あっぱれ！ぜひぜひ、このゴン太郎、日本気にございますゴン太郎よ。ね、お店にもね、結構ね、あのワニバー、トラスタバイ写真版見たばって、ヒカルママとかいろいろ来とっけんね。ね、ぜひね、ちょっとゴン太郎遊びに来てくださりませ。うまかばーい、ピラーっと待っとるばい。ほんなら皆様、今回のもね、見て楽しかったならば、チャンネル登録よろしくね。